すごいですね。こんな感じでめっちゃ並んでますよ。まあまだねこれ日付変わる前なのでね、もう日付変わる前から置いてありました。でこんな感じですね。結構あるのかな。ちょっとこれ早速取りに行こうかな。あ、すいません。10回で。レシートをお受け取りください。M がいくつ、L が3つ、はい。あ、こちら、はい。あ、はい。以上ですかね。あ、はい。あ、袋は大丈夫です。はい。ありがとうございます。とんでもないのが当たっちゃった。はい、ということでね、帰ってきました。ね、一番くじ、まあいう感じのね、結果となりましたけれども、いや、なかなかね、面白い結果だったんじゃないですか。まあね、あれですよ、窓側の方にね、品出しがしてあって、で、自分でね、ちょっと取りに行くっていうパターンだったんですけども、まあ、店員さんがね、来てくれて、ちょっと取ってくれたって感じですね。多分ね、店舗だと、僕が多分最初に回したんじゃないかなと思います。はい、事前にね、店員さんが、取ったっていうのもありませんでしたし、本当にだから僕が最初に回して、まあね、最初に結構ね、まあ自分でもちょっと驚いた結果だったんですけども、これはまずあれかな、A 賞ですね。はい。まさか A 賞、そう、A 賞ってね、普通2つしかないんですけども、ちょっと最初にね、引いちゃいました。はい、A 賞も出ました。そう、これね、イラストボードなんですけどね、なかなかいいですよね。今回ね、この着物姿がね、めっちゃ良かったんですよ。個人的にすごい刺さって、いや、これはね、ちょっと推しの、特にあゆむちゃんとか、いや、これ今回可愛くないですか、めっちゃ。ねえ、これはちょっと手に入れたいなってことでね、今回ちょっとガチりましたけど、まあ、10回もね、引きましたけども。まあ、ただね、ちょっとね、一つね、言うとこがあるとすれば、これね、しおりこちゃんがいないんですよ、このフレームボード。しおりこちゃんいなくて、9人だけなんでね、まあ、ちょっとそこが若干引っかかりますけどね。まあ、でもね、A 賞というね、一番の当たりをちょっと引いたので、まあ、これはこれで良かったです。はい。で、お次がですね、こちらですね。個人的にはね、これ歩むのがめちゃくちゃ欲しかったんですけども、しずくですね。はい、こちらしずくの、マイクロファイバータオル、バスタオルでございます。はい。まあ、いわゆるですね、こちら縦長のタイプのタオルで、まあ、ここに出てますけども、まあ、こういう感じのですね、縦長のタイプのタオルでございます。まあ、これぐらいの、まあ、よくあるような、一万くじとかでよくあるようなタイプのタオルですね。はい。まあ、今回しずくを引いたということなんで、まあ本当だったらね、これね、ちょっと歩むに交換したいなっていうのもありますので、ちょっと開封はね、今回はちょっとできない感じなんですけども、まあ、タオルね、複数ね、当ててたら、まあ、開封してたかもしれないんですけども、今回当てたタオル、バスタオルはこれだけなので、ちょっとね、これは、まあ、身内とちょっと交換ということもあるので、今回はこちら開封はしない形にしたいと思います。はい。まあ、参考までにね、まあ、こんな感じの、100センチ ×50 センチということなんで、まあ、1メートルだからまあ、これぐらいとかの大きさのまあタオルなのかな。だから比較的こう肩からもかけやすいというか、フォースライブのタオルがこれなので、ちょっとこれよりは小さめな感じなんでね、まあ、比較的コンパクトなサイズで使いやすいと思います。はい。まあ、ちょっとね、推しのタオルね、手に入れたらまたね、ツイッターでご報告したいと思いますけども。ということでですね、じゃあちょっとね、本番はここからですね。はい。まずこちら、アクリルボードですね。アクリルボード今回ですね、3つ当てました。はい。こちらですね、ランダムとなっておりますのでね、今回1つずつ、開けていきたいと思います。まあ、こちら全13種類ということなんでね、ちなみにちょっとラインナップ見ていきますけども、13種類のラインナップはですね、まあ、こんな感じとなっておりまして、10人、各キャラ10人と、あとは学年ごとで分かれているという形の、まあ、計13種類という形になってます。はい。じゃあまず1つ目はですね、こちらでございます。じゃじゃん。お、しおりこちゃんだ。マジっすか。お、しおりこちゃん来ました。へえ。そう、しおりこちゃんのアクリルスタンドって、これなかなか当たりじゃないですか。ねえ。てか、しかも思っていた以上に本当にコンパクトな大きさでね。これ飾りやすいですよね。若干透明ではありますね。はい、完全にこうなんだろう、透過してないわけではありません。まあ個人的にはね、これもね、推しがちょっと来てほしい感じはありますけども。はい。じゃあ、二つ目。二つ目は誰か、お！あ、エマちゃんですね。はい。エマベルデちゃんが来ました。はい。まあ、これもいいですね。てか、やっぱね、和服みんな似合いますわ。虹学区のみんなは。うん。個性があるから、こういう和服とかもね、着てもね、すごいお似合いですね。で、しかもそれぞれね、衣装が、やっぱり個性ありますね。同じね、和服とは言っても。じゃあ、アクリルボードラストは一体誰か、ほ！あ、りなちゃんですね。はい、りなちゃんでございました。はい、こんな感じでございます。りなちゃん。なかなかね、まあ、これもこれで悪くはないですね。はい。いや、個人的にはこれもこれでいいデザインだと思いますけれども。でですね、じゃあお次、ラバストですね。ちょっとこれがね、一番多く出たんですけど、まあ、一番多く出ますよね。はい、まあ、数が多いんで。こちら5つ出ましたので、5つをですね、こちら、開けていきたいと思います。こちらですね、ちなみに未来ハーモニーの衣装を使っているということなんで、9種類ですね、全部で。はい、しおりこちゃんはいません。はい、ということで、まず1つ目、ちょっとごめんなさい、開け方がめちゃぐちゃぐちゃなんですけども、1つ目は、はい、じゃじゃん！お、りなちゃんですね。先ほどもりなちゃんが出ましたけども、これもこれでなかなかいいですよね。うん、はっきりとこう描かれてるところがいいと思います。はい、ということでですね、二つ目は、よいしょ、ちょっとこちらも、開け方めちゃくちゃぐちゃぐちゃなんですけども、はい、二つ目開けていきましょう。お！ちゃんって、二つ目もりなちゃん？うわ、りなちゃんだ。これもりなちゃんだし、これもりなちゃんだし、多分ね、僕開けたっていうか、さっき取った場所がね、コンビニで、セブンイレブンで取った場所が同じだったんでしょうね。はい、ということでですね、三つ目ですね。三つ目は、こちらになります。おっと？あ、しずくですね。はい、しずくちゃんでございます。しずくちゃん、こちらでございますね。はい。そう、これもね、なかなかね、こう、いいですよね。今のところ1年生しか出ておりませんけれども、まあ、この調子でちょっとガンガン回していきたいと思います。はい、ということでですね、じゃあ4つ目開けていきましょう。おっと、4つ目、あ、これもしずくだ。マジか。ちょっとこんなに被る。今のところ4つっていうか、全部被ってますね。はい。しずくですよ。しずくですから。うん、本当に自分あれなんですね。撮った場所を多分ミスりましたね。はい。思いっきりミスってると思います、これは。ファーストのね、これ箱開けるの本当に難しいんですよ。なかなかね、綺麗に開かないんですけども。じゃあラスト。ちょっとできれば押し欲しいけど、どうだろう。ほっ！うわ、しずくだ。ちょっと待って、全部被った。マジか。あれ、箱の配置が多分、あれだったんですね。相当前の方が1年生寄りだったんでしょうね。うわ、これ推しが1個も出ないパターンですね。タオルだったりアクリルボードだったり、引きはそれなりにいいんですけども、これとかね、これとかまあいろいろね、物自体はすごいいいんですけども、まさかのね、推しが出なかったという、ちょっと寂しいパターンですね、これは。はい。だって、しずく、りなって、りな、しずくっていうこと、あ、じゃあ、しずく、りなってことでね、もう引きがなかなかこれはね、やばかったですね。まあ、アクリルボードの方もね、まあ、推しは出なかったですけどね、まあ、これも、あれかな、まあ、交換かなんかで手に入れましょうかね。はい。はい、ということでですね、まあ、今回はですね、ちょっとだいぶ長い動画になっちゃったんですけども、これらのですね、まあ、一番くじ、ね、虹ヶ崎学園、まあ、初の一番くじございますけどもね、これらの一番くじをね、10回今回回しました。はい。まあね、こちらのしずくに関してはね、なんとかしてね、バスタオルを歩むのに変えたいのでね、ちょっとこれはなんとかしたいと思います。はい、もしですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタン、高評価です。あと、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、コウヘイでございました。バイバーイ。